静岡県立子も病院は、地方独立行政法人静岡県立病院機構が運営する小児専門病院、小児救命救急センター及び週産規模市医療センター認定施設。所在地は、静岡県静岡市青区漆山860。周辺には、静岡県立中央特別支援学校、静岡県立静岡北特別支援学校、 国立病院機構静岡転換、神経医療センターが隣接している。県立病院としての公共性を維持しつつ、効率的な経営を図るべく、一般地方独立行政法人静岡、県立病院機構に2009年4月1日に運営を移管した。静岡県立総合病院、静岡県立子ども病院、静岡県立心の医療センターの県立さん、 病院の運営形態について審議してきた県の諮問機関、県立産病院運営形態検討会が2006年7月26日、一般地方独立行政法人とすることが望ましい、旨を石川義信知事に答弁したのを受け、知事は2008年度の独立行政法人化を目指す、考えを示したものの、なお協議が必要とのことから1年延期での遺憾となった。 静岡県立子ども病院は2010年にファシリティドッグを日本で初めて導入した。現職、現職、上勤、非常勤問わず在籍したものを補充音順で記載した。括弧内は在籍当時の代表的な役職、配分以降はその他の代表的な役職を示す。ファシリティドッグ静岡県立子ども病院、2016年11月17日、閲覧。 ありがとうございます。